ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。日本時間11月11日午前3時アップルの新製品発表イベントが開催されます。今回のイベントではついにアップルシリコン搭載の Mac が発表されると噂されています。そこで今日の動画では Mac 一筋 DTM 歴15年の私パクユーがアップルシリコン搭載の Mac が DTMer 音楽制作家に何をもたらすのか、現在まで発表されている情報をまとめ、未来を予測していきたいと思います。イベントまでもう1週間を切っていますので、今 Mac の購入を検討しているという方は、イベントが終わるまではとりあえずステイという状況だと思います。新型の Mac が発表された時にどのようなアクションを取ればいいのか、参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルでは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしています。ぜひチャンネル登録のサポートよろしくお願いします。すでに発表されている情報の中で音楽制作に関係のありそうなものをおさらいしていきましょう。まずはポジティブな情報から。省電力化の実現。 iPhone、iPad、Apple Watch 用の CPU 開発で培われた技術により省電力化が進むというふうに言われています。今までの Mac と同じパフォーマンスをより少ないエネルギーで実現できると。バッテリーでの駆動時間の延長やバッテリーの小型化による本体サイズの小型化、さらには発熱が抑えられることによる静音化などが期待できます。続いて低価格化の実現。自社製の CPU を使用することでコストがカットできる。それによってこれまでと同じ性能の Mac をより低価格で販売できるようになるのではないかというふうに言われています。ただこれに関しては単なる値下げはしないんじゃないかなっていうふうに僕は考えてまして、現行ラインナップの最低価格据え置きでより性能の高いモデルがリリースされる、そういう形に落ち着くんじゃないかなというふうに僕は思います。過度な期待はしない方がいいんじゃないかなっていうのが僕の考えです。そして共通アプリの開発が容易に。詳しいことはちょっと難しすぎてよくわからないんですけれども、今までは Apple 社製の CPU が搭載されていた iPhone、iPad、Apple Watch と Intel 社製の CPU が搭載されていた Mac の間には大きな壁があって、それゆえに多くのアプリっていうのは iPhone、iPad 専用っていう風な形になり、同じ名前のアプリでもなかなかシームレスな連携が取れないっていう状況が続いていました。例えば音楽制作用アプリのガレージバンドは MacOS 用のものと iOS 用のものあるんですけれども、ソフトの連携っていうのはやや複雑な仕組みになっています。 iPhone、iPad 用のアプリを Mac で動かすことができるようになるっていう風にも言われてますし、iPhone、iPad、Apple Watch と、Mac を組み合わせてより効率的でクリエイティブな音楽制作が実現できるといいですよね。可能性が広がることは間違いないと思います。そして Logic Pro 10、ガレージバンド、メインステージはすぐに使用可能。 Apple 社製で、プロの愛用者も多い、音楽制作関連ソフト3つ、この動作は、リリース時から保証されているようです。次にネガティブな情報をお話ししていきます。次期 MacOS Big Sur。 Apple Silicon 搭載 Mac にプリインストールされるであろう次期 MacOS Big Sur はここ10年以上で最も大規模なアップデートである、そういうふうに言われています。10年前の MacOS って何かなっていうと MacOS 10.7 Lion の頃ですね。このライオンという OS も大規模なアップデートがあった OS で、音楽制作家にとってはなかなか厄介な OS でした。10.6 スノーレパードからのアップデートの際には少なくない問題っていうのが起きましたし、1年くらい OS のアップデートをせずに様子見するという人も結構いたかなっていう記憶があります。その時以上の煩わしさを覚悟しておいた方がいいかもしれません。 Apple Silicon 搭載 Mac への移行期間は2年間。2年という時間をかけて徐々にインテル社製の Mac から Apple Silicon 搭載 Mac に移行していくようです。その間インテル
ル社製 CPU を搭載した新型 Mac も発売していくというふうに明言されています。ただし Mac の現行品に関しては最新の MacOS がプリインストールされるので、ビッグサーリリース以降の新型 Mac にはビッグサーがプリインストールされることになります。基本的に OS のダウングレードはできないという仕様になっているため、サードパーティー製のソフトをたくさん使用する音楽制作においては次期 OS のビッグサーに各社がどれぐらいのスピードで対応するかに注意する必要があります。僕は今 MacOS カタリナ環境の Mac とモハベ環境の Mac どちらも使用しているんですけれども、カタリナはまだ小さな不具合っていうのが結構報告されているので、中級者以上の DTMer が Apple Silicon 搭載の Mac を製作に導入できるのはかなり先のことになると思います。ではアップルシリコン搭載 Mac の購入をおすすめできる人はどういった人なのか。一番に思いつくのは現在 iPhone、iPad で音楽制作をしている DTMer の皆さん。現在の制作環境を維持しながらより多機能な MacOS での音楽制作にスムーズに移行できるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。次にこれから Mac を購入して DTM を始めようと思っている皆さん。これはアップルシリコン搭載の Mac が低価格かつ高性能なハイコストパフォーマンス機であることが条件ではありますが、インテル社製 CPU 搭載の Mac と比べて大幅に安く、そして高性能であれば思い切ってそっちで DTM を始めるっていうのもいいかもしれません。 Logic Pro 10の動作っていうのは最初から保証されていますし、ソフト付属の音源だけでもしばらくは物足りなさを感じることはないでしょう。そして最後がライブパフォーマンスに Mac を活用したいという皆さん。 Apple Silicon 搭載 Mac の省電力そして低価格という特徴は、ライブステージでの使用に非常に適しているっていうふうに僕は感じます。ロジックプロ10、そしてメインステージの動作は保証されていますので、オーディオのパラデータを並べてカラオケを流したり、メインステージ上で付属ソフトウェア音源や自前のサンプルライブラリを読み込んだサンプラーを使った演奏といった用途であれば、かなり早い段階で Apple Silicon 搭載 Mac を実践投入できるんじゃないかなというふうに思います。中級者以上の音楽制作家にとって一番魅力的な可能性はこれなんじゃないかなっていうふうに僕は考えてます。いかがでしたでしょうか？まあ、現実的に考えるなら、ぶっちゃけ Apple Silicon 搭載の Mac を音楽制作用途に導入することはお勧めできません。1年後実用可能になっているかどうかっていうぐらいだと僕は思ってます。よっぽど安くて高性能なモデルが発表されればまた話は別ですが、まああまり期待はできないんじゃないかなと、いい意味で予想を裏切られることを願います。で、僕今回 Apple Silicon 搭載の Mac を1台購入しようかなっていう風に考えてます。動画へのコメントや生配信でこれから DTM を始めたい、でもあんまりお金がない、そんな学生さんたちからの相談をたくさん受けてきました。そのような相談に対してこれまで僕は音楽っていうのはお金がかかるもんだっていう風に言って、20万円前後ぐらいの Mac をおすすめしてきたんですけれども、実際に最低スペックに近い Mac で、どの程度の音楽制作がストレスなくこなせるのかっていうのがちょっと自分でも気になってきたんですね。質問相談された時に答えられる自分でいたいっていう気持ちが強くなってきたんです。なので、最低価格最低スペックに限りなく近いモデルっていうのを1台購入して、いろんなテストをして、でそれを動画にしていこうかなというふうに思っています。 Apple Silicon 搭載 Mac での DTM のことならパクユーに聞けと、パクユーの動画を見ろと、そんなポジションを貪欲に狙っていこうかなっていうふうに思っていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をして今後の動画視聴していただけると嬉しいです。まずは発表イベントをリアルタイムで見届ける生配信をやりたいと思います。右上の情報ボタンから配信のページに飛ぶことができますので、深夜ではありますが、気になる方はぜひリマインダーを設定して一緒にイベントを見届けましょう。そして、発表会後には新型 Mac についてまとめた動画を出します。それから実際に新型 Mac の中から1台 Mac を購入する、まあ、配信なり動画なりっていうのを出したいと思います。皆さんと一緒に10年に一度の Mac の歴史の転換点を楽しめれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。